皆さん、こんにちは。社会保険労務士の市川でございます。11月23日は祝日ということで、今日も録画で配信をしております。録画ですけれども、あんまり編集をする余裕がないので、おそらくこのままノー編集で <laughs> 流すことになると思いますので、1、えー、人で。 からだらと喋っていこうと思います。えー、今日はですね、えー、社老士の仕事の話をね、しようかなと思っております。まあね、いつも社老士の仕事の話ばっかりしてるんですけれども、あの社老士の仕事って、なんかいまいちよくわかんないじゃないですか。あの社でもこれ見てくれてる人はね、社老士の人が多いと思うので、なあの社老士って大変だよね。っ <laughs> て 本当大変ですよねっていう感じなんですけど、で、その皆さん、社老士の皆さんも大きく頷くことがあると思いますが、社老士の知名度が低すぎるということですよ。社老士の知名度が低いって思ったのは、まあ、あのまずね、試験を受ける頃ですよね、えー。試験を受けたのがちょうど12年ぐらい前なんですけど、私2010年合格なので、えー、勉強をし始めた時に、 あのまず社、ね、労か,かってなかっんで、ね、でかよっってなたんすね社労士いうものの存在を初めて知ったのはその前に勤めていた会社で人事部だったんで人事やってる時に人事やってるのに知らなかったんですよ社労士で知らなかったんですけど顧問、えー、の社労士さんがいらっしゃいました。だけど労務担当の人とやり取りしてたので採用担当の私は全然絡んだことないし話したこともなかったんですけど社労士っていう人がいると。 いうことだけ知ったんですねで。その時、ローム担当の人が全部やってる会社だったので、社労士さんと何を契約したかっていうと、ローム相談の顧問だったと思うんですよ。相談顧問で契約をしていたんだと思います。よくわかんない。<laughs> で、えー、っと、その時にローム担当の人がまあね、すごいね、激務というか、もうかなりの仕事をしていて、 いやもう今から考えればね、社老士さんにいい委託すればいいじゃんねっていうような感じなんですけど、まあ社老士に委託するとお金もかかりますから、あの、その分きっと、あの、認めてもらえなかったんじゃないかなと思うんですけど、で、 とにかく大変で、相談顧問のサロシの先生に、えー、ものすごくいつも愚痴というか、あのすごくね、あの仕事が大変で辛いんですっていう相談に乗ってもらっていたというのをすごく見ていた思い出があります。ちなみに私のすごい仕事が辛いんですっていう相談に乗ってくれたのは、えー、と当時の,あの紹介会社の担当の方でした。どうも、あのその説は本当に申し訳ありませんでした。<laughs> ね、あのね、もう、 の人にしかもう愚痴が言えないみたいなね、精神状態になることってありますからね。はい。で、そういう時に愚痴れる相手として、社老士っていうのは最高だと思います。では、それで初めて知ったんですよ。で、社老士さんに初めて、えー、何かやってもらったのは、その私が何か採用の問題でわからないことがあって、社老士さんに一回メールで相談したことがあるっていうのがありました。 でえー、その会社を辞めて、ちょっと次に、ね、転職しようと思っていた会社があのリーマンショックで入る直前になくなってしまいましてでどうしようもなくなってどうしようかなって思ってる時に本屋さんに行った時にあに社労士の方を見つけたわけですよ。社労士ってそういえば人事の資格で一番強いやつだよなと思ってで勉強を始めたんですね。なのであのその時点でやっぱりよく分かってなかったんですよ。 で、社老士で、しかも人事部にいたのに、社老士が何をしているのか、どんなことをやるのか、よく分からずに勉強を始めたんですね。で、あの社老士の勉強をすごいしてたんですけど、まあ、難しいじゃないですか。めちゃくちゃ難しいんですよ、社老士の勉強って。で、あの、落ちたら恥ずかしいなと思って、誰にも言わないで内緒でやってたんですね。 親にも言わないででで内緒でやってたんですよ、えー、と8月から始めて8、90,11,12とこっそりやってたんです。で、12月ぐらいにあこれ本腰入れてもう何ふり構わずやらないとダメだと思って、あのー、すっごい真剣に親に私ね社会保険労務士っていうのを受けようと思ってるんだってこう言ったらなんかその私のすごい真剣な、あのー、ものに、あのー、すごくこう答えてくれた母がそうなんだーって。 すごいね頑張るんだねみたいなすごいこう応援してくれて最後に「で社老士って何?」って言われたんですよね。<laughs> ああうんえっ、ー、とねみたいな <laughs>、まあ、人事系の尺で難しいやつなんだよって言ってでその後に母がもう一回社老士って言ってたなって思って調べてくれたみたいなんですけどその時後から「あのさ社老士ってさ難しいのね」って言われて「<laughs> そうそう難しいんだよ」みたいな。 感じだったんですよでちなみにね、あの私、そういえば思い出したんですけど、あの難しいのねって言ったときに、ユーキャンかなんかの、あの、四角難易度、星みたいな、星いくつみたいなのあるじゃないですか。あれで母が、あの、あのお父さんも、あなたよりもまあまあ、もうちょっと上だけど、あの、あのお父さんも、あの、同,同じ星の数の受けたのよって言われて、 あの電験三種っていうあの、ね、理系の, <laughs> あのややこしいやつなんですけどあの電験三種も同じ星の数だったんですよね。で電験三種を父が、えー、合格するために、まあ、ものすっごい勉強したんですよ。であのー、ね当時中学生だった私の横でもうずっと勉強しててあの受験勉強をねサボれない変なプレッシャーが来るっていう時代があったんですけど、まあ、その時にもうん の父が大変だったっていうのを見てたのであれと同じ何かのテストをやるのみたいなそこでもう一回改めて驚かれたっていうような <laughs> あのすごい難しいしあの有名なのにもかかわらず意外とあのやっぱりねあんまり知られていないというのが社老誌でですねでまあその当時よりも今の方がすごい知られている気分になってるんですけど多分気分になってるだけでやっぱりそんなに浸透してないんですよね社老誌ってね。 社労師って多分ドラマにもなってなくてあのドラマになったのって唯一ダンダリンだと思うんですけどダンダリンって随分、えー、前にやったドラマであの労働基準監督官の話なんですよねで労働基準監督官がすごい頑張る話なんですけどあちょっと悪役みたいな感じで社労師が出てきて、まあ、悪役っていうわけじゃないんですけどなんかちょろ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 社長に悪いこと吹き込んでいるやつがいて社労師がいて。 <laughs> そいつ勤務者同士だったんですけど、今から考えれば。<laughs> 風間俊平だったからやったの。あのすっごい、すっごいいい,いい感じのキャラクターであの、今でも覚えてるのが、そのダンダリンが、あの主人公が、隣県に行ってこう取り押さえた社長に、でそれで、ね、何やったかっていうと、あのパートの人を全部、請、えー、負い契約に切り替えて、請負い契約で働かせてたんですよ、確か。そう、それで、そうだったよな、請負い契約。 労働,えー、裁量労働制だったかないや、確かいや。管理監督者かなもう忘れちゃった。<laughs> 忘れちゃった <laughs>、まあ。とにかくそんな感じですよ。まあ、そういうのにしたから残業代は発生しないみたいな、そういうやつですよね。いや、確か請負いだな。で、請負い契約に切り替えたみたいな話をしてて、それで、でその社長がこう追い詰められて、いや、社労士がいいって言ったんだ。社労士の言う通りにやったんだ。ってってちょっと待ってる、今電話かけるからって言って、電話をその場でして。 先生、今、老気者の人が来てて、こうこうこうでって言って、でその後パッとこのね、社老師の、すごく悪そうな社長氏に切れ替わって、わしゃら悪そうなイケメン社長氏が、社長、顧問契約、先月前ですよね。プチって切るっていうシーンがあって。 めちゃくちゃ悪そうなやつだなっていうねそういうあの悪役としてあの出てきた時はありますけどあちなみにその時勤務者老師じゃなくてその人が勤めている社労師事務所のボスが各地千佳かなんかがやっててもめちゃくちゃねかっこよかったですもうなんかちょっと今から思ったあの社労師事務所はどういうコンセプトで何をやってんだろうって思いますけどなんかもうすっごいなんかねあの 東京の真ん中みたいな、なんかすごい高層ビルの上の方に社長室みたいなのがあって、こう、あの、すごいいいスーツ着た各地家子が、あの、すっごい立派な社長椅子に座って、こうやって、あの、なんか喋ってましたね。はい。っていうようなのしか、私は社老士がどれまで活躍してるのを見たことがない。話が長いでかなっちゃいましたけど、要は社老士有名じゃないよねっていうことですよ。で、社老士って有名じゃないから、 あの開業した後本当に大変なんですよね。で開業して社労士やってますっていうと、結構、え、社労士さんってさ、何やってくれるのってすごい聞かれるんですよ。私もめちゃくちゃ聞かれました。最近聞かれないですけど、あのめちゃくちゃ聞かれましたね。社労士さんって何やってくれるのって、本当に聞かれるんです。<laughs> 税理士さんに税理士さんってさ、何やってくれるのってあの聞かないと思うんですよね。なんかバカみたいじゃないですか。<laughs> 社労士さんは社労士って何やってるのって聞けるんですよ、まだ <laughs> まだね、社労士って社労士さんって言ったらこういうことやってくれるのっていうのが、ね、当たり前になったらね、社労士さんって何やってるのって聞くのが、ね、ちょっと恥ずかしい感じになると思うので。 あのまだまだだと思いますけれども、まあ、でもね、行政書士さんなんかは、逆にすごく有名ですけどあの、ね、資格としては。だけど、行政書士さんは幅が広すぎて、で、何やってるのってい、ね、聞かなきゃいけなかったりしますけどね。あと、司法書士さんとか、まあ、なんか弁護士さんとか、なんか、税理士さんもそっか、なんか有名で聞いたことはあるけど、ぼんやり何やってるのかは分かるけど、でも具体的な内容ってよく分かんない。 っていうう感じだと思んでも、シャローシが一番で、で何あっ、助成金とかって、ね。よく助成金とかって聞かれますね、はい。っていうような感じで、あのまだまだシャローシの知名度が低いというような、えー、話の前置きでした。はい、で、シャローシの知名度を上げたいよねっていうのを、まあ、こ,こ,なここ数ヶ月で何回か見かけまして、まあ、私、写実研というね、朝の あの朝配信を毎朝してるんですけど、平日朝8時半からツイッターのスペースにて、ツイッター大丈夫ですよねなくなんないですよね <laughs> なくなったらどうすんだら YouTube ライブでやるのかなまあいいや。で、あの、やってるんですけど、で、そこでも、まあ、社労誌って、まあね、あんまり有名じゃないからなんとかしたいよね、みたいな話がありまして、なんか社労誌の使い方マニュアルっていうのを作るというプロジェクトが発足しております。すごい。 であのゲストに来てくださったあの大阪のねあの素敵な社労士の方がねあのそういうのね作ったらいいと思うんだよねって言ってくれてであの社実研ってあの社労士がほとんどの,あのコミュニティであでオンラインサロンをやってるんですよ実は。でオンラインサロンをやっててでそのオンラインサロンの中でその。 どういうシャロボシって、じゃあ一体何なんだっていうのをアピールしてできるような。あの、あ、マニュアルを作ろうっていうことになって、今、あのね、すごい大人数で30人ぐらいでね、あの、一生懸命マニュアルを作っております。もうね、そのマニュアルをね、あの、作るのを、あの、ちょっと私はね、あの、あんまり中に実は入ってないんですけど、でもこれ出来上がっ。 ととところかからが私の仕事かなとちょっと思っ思ててまし出来上がったところからこれをじゃあどういう,うにあに使っていって、えー、世間一般の方にあシャ社労士ってこういうことまでやってるんだ、まあ、こういうことやってるんだっていうのが分かるように、えー、したいなっていう風に思っています。でもね、思うんですよ、社労士って結局あの一般の方向けの仕事が。 あるにはあるんですよ。で、多分ニーズはめちゃくちゃあるんですよね。ニーズはめちゃくちゃあるんだけど、あの仕事にならないからできないんですよ。これでね、困ったところなんですよね。だから、一般の方からの相談って乗れると思うし、まあね、よく友達からも相談とか受けますよ。だけど、お金もらえないんですよね。結局、30分いくらとかっていう風に、30分いくらとか、1時間いくらとかで相談したとしてでもですよ。 でも、したとしても、でも動くのは、 私じゃなくて、あなたになっちゃうんですよね。だからもう会社でこんなことがあった、こういうのってひどくないっていうような相談を聞いて、あ、それはこうこうこういうのがいけないよねとか、あの、何々法の何々条文にま、ま、あの、違反してる可能性があるよねとか、老気書に行けば何とかしてくれるかもしれないよとか、そういうことを言えるかもしれないけど、でも私が実際に、もしもし、つって会社に出るわけで <laughs>、こういうことを言われてるんで、あの、ちょっと一旦出てきてもらっていいですかね、みたいなことを、まあ言う、 言えないこともないんだ。斡旋っ,っていうのがあって。言えないこともあるんですけど、まあそういうようなことをやって、やるとしても、あの、なんて言うんでしょうね。もうね、仕事として考えると、 動く時間とか、それに対するものすごいその能力、かけなければいけない能力、労力っていうのと、報酬が絶対見合わないんですよ。報酬多分取れないと思うんで、でも、だからそこはもうね、ボランティアでやるわっていうような方が、しかできないような感じになっちゃっていて、なので、一般の方向けにアピールできないんじゃないかなって私は思ってるんですよね。 だってね、退職代行のサービスなんてすごい一時期ね。まあ今,今は多分ね当たり、あって当たり前みたいになっちゃったから、あのー、なんか広告あんまり見なくなりましたけど、退職代行サービスなんてもうすごいじゃないですか。でもあれって退職代行サービスって別にシャロシだってできますけど、まあできるできるって言らやりたくない。いや本当はやっちゃいけないんですよ。あの、普通の人もね、本当やっちゃいけないんですよ。<laughs> あの、 その人に代わって会社に辞めたいって言ってますって電話かけてくれるだけなんであとはあの、ね、書類送ってくれたりするだけなんであの本当に、あのーね、普通やっちゃいけないはずなんですけどあの会社と交渉をできるのは弁護士さんと、まあ、労働組合かなぐらいなのでそういうような、ね、ことをしているところもありますけど普通の方が、あのー、退職代行サービスっていうのはできないんですよ基本的には。 だから社労士もやってないですけど <laughs> ああいう風に会社辞められたら3万ねとか <laughs> 会社を、ね、無事辞められたら3万ねって本当にリスクもなければ、ね、あのた,だただお金がもらえるっていう、ねあのー、私はやりたくないけれどもあれが平気でできる人にとってはすごく美味しい商売だとは思います。 でまあまあまあ、でそういうねあの、ちゃんとお金になるっていうのがはっきりしてなければ、広告ってなかなか打てないわけですよで。広告っていうのがなかなか打てないと、やっぱり世間一般には浸透しづらいんだと思うんですよね。でも、あの企業向けの会社でも、あのガンガン CM 打ってるところあるじゃないですか。で最近あの、タクシーたまに乗ると、タクシーで CM 流れてますよね。なんかね、ああいうところでね、どっかの事務所がこう大々的に。 キャンペーン的な CM を打ってくれると、あの、社老士、なんとか社老士法人とかね、なんとか社老士事務所っていうのが有名になると、社老士事務所とはそういうのをやっているんだっていうことが分かって、他の社老士さんも、あの、ね、で、マーケットの上昇ということで、<laughs> マーケットが広がるっていうことで、恩恵に預かれるんじゃないかなとか思ってたりするんですよね。どっかやってくんないですかねって思いながらも、はい。 でもねそう考えていたんですよこの間そう考えているとなか誰がかやってくんないかなって思いながらも自分でそういうことができるようにあの着々と進めていくっていうのも一つ愛なんじゃないかなと思っていまして。 でね、もうどうやったらもう金を稼げるかっていうこと、僕は最近考えている市川でございます。あの、決して悪いやつじゃないと思うんですけど、なんかね、金稼ぐって悪いやつみたいな印象がね、あの、あるのよくないですよね。<laughs> 昔話のせいだね。で、<laughs> 話がどっか行っちゃった。あの、とにかく、あの、どっかドカーンって大きなね、社労死事務所。ね、2社ぐらい今思い浮かびましたけど、 のっかーんと大きなあの社労士事務所がなんかもうねあのー、企業向けにすごいでっかくね、あのー、CM 打ってくれたらいいのになあって今思ったりしていますまあそういうふうにしたら社労士っていうものの知名度が上がって社労士っていうのはあのなんか会社の相談に管理者の人事の相談に乗ってくれる人だよねぐらいの知名度は広がるんじゃないかなって思ったりするんですよね。 はい。で、まあ、あとはね、そういうのがなかなかないとなると、このような、今の私のような、このちっちゃくちっちゃく、個人個人で、えー、発表していって、あの、少しずつ、えー、知名度を上げていくということが大事なのではないでしょうか。という感じで、えー、今日はこの辺にしたいと思います。あのー、写実系のオンラインサロン、あの、多分ですね、すっごいお得だと思うんですよ。あのー、 えっと、月額会費が円なんですであの何が見れるかっていうと、えっと、毎朝の私と古川さんの10分間のトークとでそれの前後に大体2人でその10分間のトークの「トークの何の何喋る?」って言ってる5分ぐらいと、えっと喋った後の「うわ」ーって喋ってるのが20分から30分ぐらいあって。 で長々ととトークが聞けるることにはなってるんですねでそのトークの内容が多分あの私たちが開業した当時あのよくね先輩社労士さんたちとかと飲みに行くと先輩の社労士さんたちが喋ってることだったと思うんですよ。でそれってすごい役に立ってあのこういうようなことがあってさみたいなの,の話を聞いているとなんかねどこか全然あのま,だま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 だ駆け出しのあんまりあのー 知識のない人間でもやっぱりお客様のとこ行った時に何か話聞いてる時にああれこの間あの先生がなんか飲み会の時言ってたなみたいなのがあるとあ最近知り合いの社長から聞いたんですけどこういうようなことがあってみたいなその事例の引き出しみたいなのとして使えるんですよね。でそれが今まあね飲み会もなかなかないですし、まあ、そういうのをあの、ね、大々的にやってるのもないので。 あのそういうのがね、できるといいなっていうことで、えー、私と古川先生でやっておりますので、あのそういうなんか、なんていうんでしょうね、最近こういうことがあってさ、みたいな生々しい話は、あのやってる、配信している、公表している10分より、あの後ろとか前とかの方が多いかったりします。なのでね、あのシャロシさんもぜひ、写実系をよろしくお願いします。<laughs> ということで、えー、今週はここまでにいたします。素敵な、えー、祝日を過ごせたでしょうか。ちなみに私、本日は、あの、尖が支店に行っているはずでございます。何事もなければ、尖賀支店に今日は行ったはずです。<laughs> 楽しみだな。今まだ行ってないんですけど <laughs>、すっごい楽しみだな。あの、尖が支店のために、あのね、9月ぐらいからは、そう11月になったら尖賀支店、尖賀支店って思いながら、えー、今に至ります。はい。 はい。ということで、えー、皆さんまた来週じゃあねーって言ってから。